よいしょ。おっと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 。はい、モンタです。現在8月の28日。なかなかに涼しいですね。なんだか気象的にここ最近涼しくなりましたな、急に。このまま秋になってくれると嬉しいんですけど、まあ雨が降るとね、私ちょっと天気痛持ちなんでね、雨の時は頭が痛いんでちょっとめんどくさいんですけどね、さっさと秋になって気候を安定してくれるといいな。まあ秋は安定しないのか、冬まで我慢だな。さて、そんなわけで今日もやっていきましょう。とりあえずですね、レベルが40になり申して、40で頭打ちなんですね。で、難易度的にもレベル的にももっと先のエリアに広げないと解放できないので、サクサクいきたいと思います。ちなみに装備はあんまり変わってません。武器は単純にこのままで、もっとエクステンドしてもいいんですけど、どうせならもうちょっと違う、ちゃんと潜在能力をつける武器を選んでからエクステンドしたいなというところでちょっと放置しております。ちょっと武器の攻撃評価低いんですけどね、現状だと。で、防具はこんな感じで、ベントシリーズをちょこちょこっと取ってエクステンドしました。これは最終的にでも手に入るか入らないかっていうところで言うと、レア10以上の防具は運次第なので、これをそのまま使い続ける可能性もありますね。その場合リアをもうちょっといいものをなんか出したいところです。というわけで、じゃあ撮影ブロックに行きましょう。気のせいか。ゲートエリア、はい、撮影ブロックにやってきました。と、今日は多分地下行動だと思うんですが、地下行動ですね。じゃあ行きますかね。緊急任務はメモクリス。大規模作戦行動を展開中です。パスワードを適当に入れてと。よろしくお願いします。一応オーダーを積んでいきますか。特にこだわるわけではないんですけど、積めるだけ積んでいきましょう。この辺は時間に縛られちゃうからいいかな。ではサクサクといけるといいな。サクサクと、で、前回ですね、作ったサポートパートナーを呼びましょう。おお、好感度が低い。ちなみにまだこんなもんです。武器と防具は適当に買ったものを装備しました。というわけで呼んでみましょう。さすがに小さい。まあそんなもんですが、今日からは2人です。寂しくない。さてさて、ドリンクどうしようかな。お金もあんまりないからそんなに飲みたくない。まあでも1200円ぐらいだったら飲んでもいいかな。前回死んだ経験を生かして出番ドリンクを。じゃあ行きましょう。
初だからこれが出るのか。あ、そうそう、 PA なんですけどこれを買いました。グレンテッセンですね。まあ3撃目に入れてると移動とかには使えないんであれですが、さすがになかなか便利です。取りづらいところになるな。下手するとこれに触ってしまう。よし、さすがにオーダーを、オーダーを積んでいるとオーダーアイテムが多いですな。あ、そうそう、ブログには書いてないのか。ブログには書いてないんですけど、新しいチャレンジの決断ってやつが実装されたんですけど、あれをクリアしまして、はい。なんかチャレンジ2回目だったんですよね。まあチャレンジ2回目っていうか、なんて言うんでしょうね、決断の攻略、決断に挑戦した回数が2回目だったんですね。言いづらいな、チャレンジとかでもね、ついてきたら。で、2回目で最後までクリアできまして、なかなか、なんだろう、メンツがアクション苦手じゃないメンツだったら、何も考えずにやれていけちゃうのかな、みたいな感じでしたね。その分のアクション要素は結構やっぱり濃い感じがしましたね。何をしに来たんだっけ。そう、クエストポイントを貯めるんだすっかりわからなかった。喋りながらやってたら目標を見失ってしまった。危ない危ない。この途切れてくるトゲがあるじゃないですか。このトゲがですね、チャレンジ決断で出てくるトゲはすごい痛いんですよ。多分キャラクターの防御力が低いからっていうのがあるんでしょうけど、HP の半分ぐらい余裕で削られるんですよね、トゲで。なかなか新鮮な体験でしたよね。まあでも言う割には結構楽にいけましたね。ただアクションが苦手っていう人は割とやりづらいかな。敵が単純にアクション要素高い敵が多いんで。ただその分ステージの仕掛けとかは単純なんですよね。痛い、自分から突っ込んでしまった。まあどうせこのミッションあたりで食らうときなんてそんなもんですけど。まあ、NPC とはいえメンバーが1人増えているので、イベントが起こりやすかったり敵の数がちょっと増えていたりしないかなと思うんですけど。あいて、NPC1 匹ぐらいじゃダメかな。
そこそこ敵は出てますね。もうちょっとイベントが起きてくれると暇にもならないしクリアも早いんですが、スペシャルウェポンがでもデュアルブレードじゃな。おーっと、拾いづらい。よいしょ。こう敵を倒すだけのミッションだと言うことも特になくて、なかなか寂しいものなんですが、一応クリアを伝えていく動画になってるんで、あんまりっていうか、もう全然ゲストとか呼ばなくなったんですけど、まあ普通にやるぐらいだったらゲスト呼んでもいいのかなとかちょっと最近思ったり、さすがに一人で攻略だけやってるとすごく寂しいんですよね、録画の中身的に。どうせ一人でもクリアできる難易度ではあるので、だったらそこは放送的に楽しいものにした方がいいのかなというか。あれ、死ぬな。そんな気もしつつですね、やっぱりこの一人でやってるとレスポンスがなくてね、なかなか会話が寂しくなるわけですよ。ダーカーが多いな。行動や砂漠は貴公子を倒したいんですが、ダーカーが多いというとても矛盾したステージになってるのがムカつきますな。またダーカーだし、案外これでクリアに時間かかっちゃうんですよね。よいしょ。お、上まで行ったか。グレンテッセンって上には行くんですけど、下にはあんまり行かないんですよね。よし、終わった。救難信号調査か、苦手だな。とりあえずこの辺は全部売りで、もういらないな。
救難信号調査ってあれなんですよね。とりあえずオーダーを受けに行きましょう。救難信号調査って最後のところで救難信号を出してるリリーパーを助けるってやつなんですけど、どうしてもね、攻撃で巻き添えを食らってしまうのでね、まあ今は結構楽になりましたけど、昔は ひどく難しいミッションでしたね。要件をどうぞ。レベル制限が終わりましたね。報告しておきましょう。いいですね。難易度制限を解放したいんですけど、これクォーツまでいかにならないんですよね。結構先だったりして、まあそれはそれとしてサクサクと解放していきますか。どのクエストにする？救難信号調査と。よろしくね。200ぐらいなら読み続けよう。よし、サクサクいきましょう。まあ、サクサクとは口ばかりを言うね。そんなこともありつつ、なんだ。オイムがすでに仕掛けていたか。早い、今日は早く、リリーパ阻止が集まりましたね。前回ナベリウス監督阻止が全然出なくて困ったというのに、今回は早かった。毒か、まあいいか、放っておこう。状態異常回復もアイテムに頼ってるんで、回数制限があるんでどこで使うかって悩むんですよね。ぶっちゃけ HP だったら、まあ要は回復アイテム30本持てるわけなんで、どっか行くの、こっちかな。
30本持てるわけなんで、30本持ってるなら回復アイテムに頼った方がいいかなとかちょっと思うわけですよ。なんか行き止まり臭いな。お、大丈夫か。正解6本や。そうだ、ミッションの、チャレンジミッション決断の話なんですけど、クリアした時にですね、ガンスラッシュを使ったんですよ。なんか基本的に決断のチャレンジミッションにおいては、あれ行き止まりだ、ひどい。なんか選んだ武器をインターバルで進化させるというか、次の上位武器に交換しつつ先へ進むみたいな流れというか、そういう形になってるんですよね。まあそういう風にすると、いい武器が手に入りやすいみたいな流れになってるんですけど、ガンスラッシュが意外と使えましてね、スキルでウィークスタンスが取れるんですよ。インターバルミッション、インターバルエリアで。で、アディションバレットを敵が落とすんですね。なんで、アディションバレットと、ウィークスタンスってやってるとかなり楽にいけましたね。で、他の余計なスキルとかがガンスラッシュいらないんで、割と他の人にアイテムを回せて、で、結構ミッション決断ってアイテムが少ないんですよね。向こうに比べて、向こうって指導か、チャレンジミッション指導に比べて手に入るアイテムがちょっと少ないんですよ、回復アイテムとかも。なんで、アイテム類を他人に回せるっていうのがかなり、ガンスラッシュはいいんじゃないかなという気がしまして、アディションバレットで火力も出せますし、んどこだ、もう一回。下か。あれ違う、開いた。なんで、割と個人的にはガンスラッシュおすすめです。まあ、ガンスラッシュ使いやすい使いづらいっていうのは個人的にはあると思いますけどね。私はもともとガンスラッシュが好きなんでよく使うんですけど、ダイ。さすがにここは行き止まりではなかろう。意外とこの地下行動は入り組んでることがあって面倒くさいですな。
まあリリーパはステージの見た目的には結構好きなんですけどね。鬼ごっこしちゃった。どっちだろう、こっちかな。グラインダーか。出た出た。作戦協力に感謝します。どこか柱。相手昔はリリーパ族っていうかリリーパ族を拘束しているギルナスの耐久力がひどく少なかったんですよね。どうでもいいけどさっきからなんでレアアイテムは、あ、レアアイテムはあれなんだっけ。あ、でもこっちも出てるな。クラス修正を受けない武器ばっかり出てるな。うん、なんか来てる。友達からのグッチョブだった。あ、ログアウトしたのかな。アルバアーチから射撃も少しずつ。サーファブリッジとハルトブリッジはいいかな。アムドゥスキア観測素子 D。 アムドゥスキア観測素子 D。 ん？なんだこれ。あー、さっきのレベル制限解除の余りかなぽいかな。まあいいや。先へ進みましょう。巨大変形機構襲撃波。
トレンシャルアローが意外と使いどころが多いというか、バーン、えい、あれはさすがに入らないな。意外と出口が近い。よいしょ。弓矢のこのステップどうにかなんないかなと思うんですよね。なんか弓矢だけ妙にステップが遅いというか隙がでかいんで、使いづらいったらありゃしないんで、どうせ隙がでかいならダイブロールにしてほしいような気もするんですけど。こっちは行き止まりか。すごい音が聞こえますね。多分上だからこっちかな。だいぶ遠くまで飛んでいるのに近くに降ってくるという謎。よこいつは一体何をしていたの。あ、消えた。あ、逃げようとしていたのか。雑魚を倒すのは絶対的な義務ではないのでね。あたっ、
よいしょ。こっちか。おお。通常攻撃が細かい目標に当たらないという弓矢の使用もいかがなものか。敵多いな、まあ、無視してもいいんですけども、あまり無視をするとこう動画的に面白くないというか、まあ、無視しなくても無視してもどっちにしろあまり面白みは変わらないとかいう話もありますが、ブレイバーのメインクラススキルで弓矢の消費とチャージが短くなるやつを取ったんですけど、だいぶ使いやすくなりましたね。何か鳴き声が聞こえた気がしますが、気にしないで先に進みたいと思います。あれ面倒くさいんですよ。もう行ってしまえ。あれ？あ、そうか。ゲージが溜まっているはずがなかった。さすがにレベルが40なんでね、ハード程度ではこんなものだったりするわけですけれども、というわけで探索許可がクリアしましたね。じゃあ報告に行きましょう。マグに餌を与えつつアイテムを整理しつつ、餌に落としちゃったな。
件をどうぞ。いいですね。さすがに1万5000程度の経験値では全然上がらなくなりましたな。探索許可申請と、失礼します。では早速行きましょう。グリーンフィールド地下坑道と、よろしくね。お犬様を入れてと、よし行きましょう。なるほど。未だにチュートリアル関係が出てくるという、全然先に進んでいない証ですな。2発目の月下ザクロって結構タイミングが一拍遅れる感じがするんで、割とこうしくじることがたまにあるんですよね。アルザイル多いな。またしくじってしまった。JA リーグをちゃんと見てないっていうのもあるんですけどね。大概もう感覚でボタンを押してるんで、JA リングとか見てないんですよね、ほとんど。JA リングをちゃんと見ればこのタイミングがわかるんですけど、もうそこまで回らないというか。まあ、おかげでアクセルとブレーキの踏み間違いみたいな事故をゲーム内でよく起こすわけですけれども、めんどくさいから先進んじゃえ。砲台がめんどくさいですな、どう考えても。まあ刀なんで弓矢よりはマシですからね、砲台に対しては。また随分シンプルなマップですな。左正解だったりして、よし、せっかくだから左の道を行こう。上から来るぞ、気をつけろ。このネタもう分かる人あんまりいないだろうな。おお、正解路だ。
珍しいこともあるものだ。まあこの難易度なら別に大したことはないんですけど、割とビッグバーダーは苦手なんですよね。まあでもやっててちょっと楽しいボスキャラではありますよね、ビッグバーダー。飛び道具があると楽ですな。おや。おあ。危ない危ない。お犬様が回復してくれて楽だってよかったぜ。ふう。まあこんなこともあります。完全に腕しか振らなくなってきた。よっこいしょっと。
よし、報告しますか。というわけで報告を。いいですね。で、次どこでしたっけね。あ、次冬大陸か。じゃあこれをクリアするとベリーハードに行けるのか。なるほど。まあというわけでとりあえずここで一旦区切りましょう。今日はここまで。まあ今日は危なげなかったですね。最後のボスキャラのところでちょっと規制を上げましたが、まあそんなところでまた次に会いましょう。